お、来た。はい、来ましたね。はい、こちらダークソウル3の、最新のものになってます。でこれ、後でもご紹介しますが、発表させていただいている体験会をこの後やっていくんですけども、それの、体験いただくマップをちょっとだけご紹介しようかなと思っています。これは、盗賊スタイルというような感じになっていて、かっこいいですね。まあ、今回はこういうようなマップですね。スクリーンショットの方でも、公開をしていたところなんですけども、こういうような生足ですか？足、こういや足自体は若干そのなんか膝丈ぐらいっていうのかな。いやそうですよね、ペカペカ足出てますよね。はい、っていう感じになっていて、よいしょ。で今日ちょっとお伝えをしたいなと思っているのは、前々から話をしているんですけど、戦技っていうですね、今回ダークソウル3ならではの、アクション、剣撃バトルのアクションがさらに深まったっていうものがあるんですけども、まあ、武器固有のアクションっていうのがあるんですが、今回まだお見せしてない武器固有のアクションが今日ちょっとだけ見せようかなと思っています。これ今持ってるのがこの盗賊の探検なんですけど、この盗賊の探検が持っている、戦技というのをちょっとこの後お見せしたいなと思っています。で盗賊の探検の戦技は、クイックステップと呼ばれるもので、いわゆる結構素早い回避のステップをすることができるというようなものになっています。ちょいとご覧いただきましょうか。両手持ちにしたタイミングで使うことができまして、なんかおお、これはまあ普通のローリングですよね。まあ、こうやってシャッシャッとこう、すごいっていうような素早く、かなり素早くなりましたね。動くことができるというような。でこの戦技を使う と、左上にゲージがあるんですけども、青色のゲージを消費するようになっています。まあ、これはローリングではあるんですけど、これがで、これをうまく使うとですね、相手の背後に急に回れたりとかですね、探検盗賊らしい動きができます。ちょっとすみません、なんかね、なかなかうまくいかないですね。で、この青いゲージっていうのは、アイストビンが青い色が、これはネットワークテストでもありましたけれども、これを使うと回復することができるということで、今回はアイストビン2つという感じになってます。これは特にこのクイックステップという、戦技なので、すごく早く動くことができると。またちょっと使ってみましょう。なんかロックも小さくなりましたね、丸が。あ、そうですね、これはそうですね。おなので、よりその盗賊らしい動きができるようなステップができるというようなものになっています。警戒ですね。おちょっと回復しておきますね。青いのかっこいいですね。で、もう少し今度はショート棒をちょっとご覧いただこうかなと思ってます。でこれE3 の初出の時に少し紹介していて、ローリングしてからすぐ打てますよみたいなね、お話をしたらこういうふうにね、すごいっていうのはあったんですけど、このショート棒の、戦技は、まあ、いわゆる連射することができるというもので、おおっていう感じで一気にパパパッと打つことができるというものもあったりします。なので、今これ盗賊使ってますが、よりその盗賊らしい動きができるように、おお、まあ、ちょっと今ステップでバックしたばっかりですけども、実際ちゃんとパリもありますので、パリここにもう少し出てくる。こうやって、ね、敵がいっぱい来た時にこの戦技が使えると
を翻弄しながら倒すことができるというような、興奮する興奮する興奮しますね。こういうステージで、このあと今週末から行う体験会の方は実際に体験していただくことができます。この先ちょっと歩いてみると、はい、こんなような風景も広がっておりますので、ここの先はすごい、ぜひ体験会で、ね、楽しんでいただければと思いますので、早くやらせろ早くやらせろ、いろいろこう見えるんでね、こうなんだろうなっていうのを思いながらちょっと体験してもらえると嬉しいなと思っております。まあ、これ特にね、あの本当に動きが速いキャラクターなので、ちょっとこうシュッシュッとね、っていう感じで、よりその盗賊らしい動きができるようになっていて、まあこんなような形でダークソウル3では戦技と言われるような武器固有のアクションで、よりそのキャラクターらしい動き方だったりとか、アクションの幅みたいなものが入っているので、そのよりなりたい自分というかプレースタイルに合わせた形で、キャラクターを作っていくことができるので、まあ、よりそのロールプレイ性みたいなねところが広がっていくんじゃないかなと思っているので、もうゆずさんのそのまあ自由なプレースタイルで、いろいろと試してもらえたらなと思っていますので、まあ、武器とかね